関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わった。徳川家康は征夷大将軍となり幕府を開いた。徳川のもと天下は太平を謳歌していたが、豊臣はこの平和を良しとせず、大阪城には真田幸村ら戦国の使徒が集う。天下の権上は不穏な機運を見せていた。家康は戦国に終止符を打ち、太平の世を核としたものとすべく大阪城攻めを決意するのだった。重き荷を背負い、ついに来たか。第6話、大阪の城。行く末、それは太平の未来。終焉させ太平の世を築く。これが最後の戦ぞ。すべい。武士が将軍、どっしりと構えよ。武士を知らない。戦わん。
してまいる。命を惜しむな。名を惜しめ。全軍総力で撃って出よう。
城の底力よ。執着。死ぬないね、世の女性が泣くから。これぞ三河武士の底力だよ。押してまいれ。来るなら。
お見事でございます。この時の世、わずか2台で終わるか。まさに何話のよう。夢のごとしは。何とぞ援軍を。その首頂戴する。木の意地を見ていただこう。真田、雨乗りがたしか。古今わしを苦しめたは人間公の僕雪村のみ。まことさらば日の本一の強者なり。焦らぬことが寛容なのじゃよ。みんな、わしは成し遂げたぞ。この太平、あと200年は続くだろう。その先は、その先は未来のものに委ねよう。未来を見据え、重き荷を背負い、歩みを進められる未来のものに。ざっと。Субтитры